皆さんこんにちは、ダイタラです。オクトパストラベラー、今日もやっていきたいと思います。で、だいぶこのオープニング画面のキャラクターも分かってきたよね。まだ知らないキャラぼちぼちいるけど、で、今日も新しい仲間にしにやっていきましょう。さて、今日なんですけど、ここですね、新しい仲間を仲間にするストーリーやっていこう。ブリムロゼ、ついに現れたわ。カラスに入れ墨をした男、父を殺した男、復讐のストーリーかな。この子は、彼女の名はブリムロゼ。砂漠広がるサンランド地方の歓楽街、ここサンシェイントで踊り子として暮らしている。踊り子か、野蛮な支配人ヘルゲニシュにこき使われながらも父の敵を探すため彼女はこの町に留まっていた。踊り子ってことはなんか状態異常とかさ、能力アップとか多分そういう関係の能力かな。そんな中、敵の男がついに現れた。支配人の目を盗み彼を追いかけるべく一人で、サンシェイント地下道へ向かおうとしている。彼女には仲間が必要だ。助けてあげようぜ。よし、じゃあ仲間しましょう。はい、というわけでメンバー変えなきゃいけないんですよね。誰外すってやつなんですけど、誰外そう。オフィリアかな、今だったらこのメンツだったら外すべきは。悪いオフィリア。じゃあ体験しましょう。オフィリアちゃんね、すごく好きなんですけど僕。己を信じ貫け、たとえ誰かの剣がその心を切り裂いても。なんかかっこいいこと言ってるな。己を信じろってことやな。オッケー、わかった。いつも俺は自分を信じる。10年前、すごいお屋敷ですね、ここ。豪華なところ、踊り子のここステージなわけないか。知ってるか。何を。世の中の出来事は二つに大別できる。ほう、なんと何。ダイダラとダイダラじゃない。知るべきことと知るべきではないこと。はあ、お前は知るべきでないことを知ったってこと。あら、あんたは後者に手を出した。私は信念に従ったまで。自分を信じるってやつやな。あ、右下にいるのがプリムロゼか。では報いを受けろ。こっそり見てたんだね。受付嬢かと思った。お父様、ひどい。ああ敵が3人いるんだね。ねえ、敵となるやつの1人を見つけたって言ってたもんね、確か。用は済んだ。帰ろう。こういう、これぐらいって誰やったら、ねえ、気配とか感じられへんのかな。あのカラスの入れ墨。カラスの入れ墨、それがこいつらの印。カラス三人衆。左腕。右腕。ほう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 。あとは、どこ？顔？そして、首筋。カラスの入れ墨があるやつら、首筋が悪いやつらやな。とりあえず多分ボスやろ。3人の男、お父様を殺した男たち。なんでそんな印象的なものを残してんだろうな、体に。身体的特徴忘れないわ。でも漁師の娘やのに踊り子になってるってなんでだろうね。ねえ、敵討ちのために旅出たのかな。それとも漁師が死んだことでね、家が失墜したのかな。どういう、なんかそういう経緯があるんでしょうかね。そう、踊り子。踊り子好き。服が好き。また、あの夜。おはようございます。寝てたわ。余裕ね、プリムロゼ。本番の前に居眠り？悪い。やっぱり売れっ子は格が違うわ。プリムロゼ売れっ子なんだ、やっぱ。服装は赤いもんね。うん、赤と青と緑3人って感じ。そうやって済ましてりゃいいさ。はあ。プリムロゼだって所詮酒場の踊り子だもの。え、所詮ね、所詮。飼いならされて男にこびるだけの小さな女よ。いや、ブーメラン、ブーメラン、お前もやぞ。ええ、そうね。みんなここで寝てるのかな。ユースファ、ね、青い人ですね。し、無駄口はそこまで。ヘルゲニシュ様よ。ヘルゲニッシュにこき使われるって言ってたね。支配人か。グズグズするな、客が待ちくたびれてるぞ。あ、すいません。前座どもは言った言った、たっぷりと稼いでこい。うっす、前座なんだ。
横の4人がで、最後の最後本番がプリムローゼって感じ。敵の悪い猫どもね。なんだよプリムローゼ、お前だけだ。わしが頼りにしとるのは稼ぎ頭。うるせえ。身に余るお言葉ですわ、支配人様。お前が舞台に立ってからこの酒場は大きくなった。ああ、プリムローゼのおかげなんだね。え、そんなやっぱ美しくて人気。勘違いするなよ。誰のおかげか分かってるね。うぜえなこいつ、ヘルゲニッシュ。誰のおかげか分かってるか。感謝して。俺のおかげだぞ、忘れんなよそこってね。ちっちゃいやつだな。うちな小娘に、わしが一から教えてやったんだ。やい、殴らんで、顔はダメ。愛想笑いはどうした。誰のおかげでいい暮らしができてると思ってる。パワハラですよ、訴えますよ。一発の踊り子になるまで育ててやったのはこのわしだ。ねえ、はあ、そうですか。いいか、恩を忘れるなよ。もうすぐ出ていくけどな、覚えとけよ、旅に出るからな。プリムロゼは何も語らない。はい、支配人様。心死んどるやんけ、プリムロゼ。優しい世界はどうしたんだ。それでいい。わしは素直な猫が好きだ。舞台が終わったらいつものようにわしの部屋においで。うわ、クソ野郎やなこいつ。優しく撫でてやろう。え、ドン引きやけこれ完全。プリムロゼ、出番だ。うっす、行きます。わかったわ。たっぷり愛想を振りまいてこい。しゃねえな。はい、支配人様。さて、踊るか。イエーイ。酒場は通りを奥に回ったところ行かなきゃ。さあ、酒場へ行こう。こんにちは。踊り子の宿舎だ。さあ、入るかもっかい。あ、なんか入ってます。じゃーん。武道です。あざっす。ここが宿や宿舎。あ、休憩しますかとかある。ベッドで寝れるんだね、これで。ここは武器屋か。こんにちは。あら、地下道があるけど何に使うのかしら。まあ、話は特に変わんねえか、他のキャラクターで話した時と。おっす。おう、酒場だぜ。さあ、でっけえ酒場。そうか、ここで踊ったねえのが。ねえ、だいぶ盗ませてもらったわ、ここで。来たよ。こっちだ、早くしろ、プリムロゼ。でも、本番直前まで自分の部屋で休ませてくれてんねんな、ここって。ね。調子はどうだい？あ、こいつらか。特に変わらないね、話は。よし、行ってみよう。さあ、踊っちゃおうかな。遅かったな。いや、すぐ来たやん俺。失礼なやつやな。ごめんなさい。化粧直してたの。しっかり頼むぜ。お前、うちの稼ぎ頭だ。客がお待ちかねだ。客増えてきたぞ。さ、プリムローゼ見に来たの。ヒューヒューファフュー、ヘイイエーイ。男はみんな踊り子大好きやからな。車内車内、イエーイ。踊っちゃおう。お父様、どうか見守っていて。お父様が殺されたあの日から私はカラスの入れ墨の男たちの復讐を誓った。彼らを追って故郷を遠く離れこの酒場へたどり着いた。で、ここでいろんな人を見ながら探すんだ。ここに仇の一人が現れる。それがたった一つの手がかりだから、その日までもどんな屈辱にも耐えてみせる。お父様に比べれば私の苦しみなんてないも同じ。あの男たちを見つけ裁きを下すまでこの足で踊り続ける。なんで知ったやろな、ここに現れるっていう情報。最高だぜプリムロゼン。いやあ、今夜一緒にどうだ。これだわ。みんな手挙げて万歳してるもんね。万歳プリムローゼ、万歳ってね。ふん、今日も良かったぞプリムローゼ。だろ。ありがとう。大丈夫か。お、サンダルの紐が切れちまってるぞ。
新しいのに履き替えてくるといい。うん、そうすればサンダルの紐って切れるんやね。やっぱ踊りやから激しいんやろうな。今な夏なんですけどね、やっぱ夏は、yeah. あれですね、サンダルがいいですよ。俺もよくサンダルで歩くよ、夏場は。暑いよ、靴下履くのだるくね。暑いもんね、夏って。さあ、なんかイベントや。ねえねえパパ、今度劇やるの。私ね、お姫様の役、主役なの。見に来てくれる？ああ、もちろんだ。誰これ？普通の家族。やったー！ですね。大きくなったら踊り子になる。踊り子やめとけ。あ、昔のフラッシュバックや。やめておきなさい。え？どうして？なんでだろう、うん、ヘレナもいつかは可愛いお嫁さんになりたいだろう。だったらこの町でそんなこと言っちゃいけないよ、踊るの楽しいのに。ねえ、踊り子の扱いがちょっとあれなのかな、もしかしたら。この世界は綺麗な人こらこっち来なさい。怒られちゃった。さあ、宿でお留守番だ。パパは仕事がある。あいつがカラスの入れ墨あんのかな、もしかしたら。なんか見られてんで。見とれとるで、おい。さて。私も仕事ね。まだ踊るのかな、プリムローゼって。入ってきた瞬間無言なのやめてほしいな。青い人友達おれへんの。さあ定位置。何？え？トゲ？サンダルの中に？あらあら。血が出てるわ。豆が潰れたの？売れっ子だからって踊りすぎよ。大丈夫？ねえ、いい人がおる、青い人。ユースは？いつものことよ。いい加減にしなよ。汚いんだよ、こんなことばっか。ねえ、あたしたち踊り子なんだよ、支配人のおもちゃみたいなもんさ。あの豚に逆らった子たちがどうなったか覚えてるだろ。半殺しにされ、捨てられ、病気にかかって。やめてよ。ひどい扱いやな、ほんと。分かってるわよ、自分の立場ぐらい。ちょっと、こんなことしてる場合？ユースは？あなたまで敵を作ることないわ。お前仲良しなんか、実は。ブタちゃん来たぞ、ブタちゃん。おい、お前ら何をしている。客にチップをもらいに行かんか、出来の悪い猫どもめ。ちょっと待て。おっと、プリムロゼやんのこれ。なんでだよ。ねえ、豚。プリムロゼ、今日の踊りはなんだ。ダメなの？ん？わしの目を見くびるなよ。踊りに集中しとらんのがすぐ分かった。ほう、何か他のことで頭がいっぱいのようだな。何考えてんだろうね。復讐？いいか、わしの恩を忘れるなよ。もし逆らったら分かっているな。仲間作ろう。俺か、俺、テリオン君、頼む、テリオン君。わしはお前のことを考えて言ってるんだよ、プリムロゼ。チップもらいに行こうぜ。支配人様。申し訳ありません、支配人様。実は、この酒場に来た日を思い出していました。ほう。ほうほうほう。私、歓迎してくださったことを忘れない、いや、感謝しない日はありません。どうかお許しを。プリムローゼ。ああ、そうだ。お前と出会ったあの日はわしもよく覚えている。あどけないお前が踊る姿を想像しただけで興奮した。その期待に応え、お前はすぐここの看板になった。まあ。だがさっきの踊りを見過ごすわけにはいかん。今日は客の入りが悪い。外で客を引っ張ってこい。飛び切りの乗客をな。それで大目に見てやろう。
いいか、客を引っ張ってくんの。はい、支配人様。これでカラスの男を引っ張ってくんのかな。クソみたいな展開やな。あ、待ってる。さすがね、メンダープリムロゼ。いや、こんな近くに言わないで。窓開いてる、窓開いてる。ねえ、心得もないこと私なら言えないよ。半殺しされんぞ、やめとけって。ねえ、チップ集めに行くんじゃ。私まだ気づいたむ。え、さ、ほれこれ使いや。ブドウ、ハンカチかい。じゃねん。ええやつやな、あの青いやつ。さて、コマンドです。町の人の前で Y を押すと誘惑っていうコマンドができるらしい。あら、おいで。誘惑しますか。はい、ご一緒してくださらない。さすがプリムロゼ、俺が守ってやるよ。え、できない、この人は誘惑。同棲はできないのかな、もしかしたら。さて、飛び切りの乗客を連れてくるんだったわね。あ、こいつ金持ってそうじゃね。へー、あそこに良さそうな紳士がいるじゃん。頼む、ね、そこの紳士のお方。よかったら私と一杯お付き合いしてくださらない。いいえ、明日にも遠方で仕事が。うん、素敵なお仕事なのでじっくり伺いたいわ。個人的にじっくりと。客引きやん、完全。ねえ、あの夜の店の。ねえ、私近くの酒場の踊り子ですの。見に来てねってやつ。私の踊り見てみたいでしょう。あら、自分の美貌を理解しとる感じやぞこいつ。さあ誘惑しちゃおうかな。そうは言わ、仕事が誘惑。うふふ、 100% 成功やんけ。オッケー、連れていこう。ご一緒してくださらない。あー、美しさには逆らえません。さ、ゲットしました。お客さん一応上がり。うわー、ずるいな。でも確かに可愛い女の子に言われたらね、コロッといっちゃうかもしれんな。ねえ、女の子もイケメンに言われたらコロッといっちゃうかもしれんやろ。それと一緒やで。確かに乗客だでしょ。よし、よくやった、さすがだ。ありがとうございます。どうもどうも。いいぞ。さあ、お酌をしてこい。わかりました。うっす、この中にいるのか、カラス。誰だろう、こいつ。失礼いたします。おお、お美しい。今日はゆっくりしていけるの。ブリムロゼ次第だよ。あら、考えておくわ。みんな男もね、失礼いたします。遊び方がうまいですね。またな。また来よう。わ、左上。 あれはカラスの入れ墨。やっと見つけた。左腕の男。待っていたわ、ずっと。ようやく姿を現したわ。覚悟なさい。どうしよう。行っちゃう。逃がすもんですか。おい、どこへ行く気だ。あの男が気になるが、一目惚れか。支配に。うるせえ。おいおい、逆を放って店を出る踊り子がいるとはな。戻れ、振り戻せ。いいか、二度は言わんぞ。わかるな、わしに逆らった猫がどうなってきたか。わかるな。うるせえ、ハゲ。どうしよう。そんな、今しかない。二度とない後期。どうしよう、まずいでしょこれ。プリムロゼ、あんたが焦った顔してるよ。ねえ、どうしても行きたい理由あるんでしょ。任せて、私がうまくごまかしとく。お前できんのそんなこと。2階の裏口から出ていきな。もうなんもね、ユースは
これ以上関わらないで目をつけられるわ。ねえ、あんたは何考えてるか言ってくんないけど、私あんたの味方だよ。かわいいやつやなお前。何言うのよ。前に私が楽屋で生意気だったって言たぶれた時、あんただけが私を守ってくれたんだ。あ、そんな過去があんねや。あんたっていつも言葉少ないし、いつも冷たそうに見せるだけだ、見せるけど、ねえ、他人を巻き込みたくないからだよね。知ってるよ。本当はあったかいから、プリムロゼって。ありがとうございます。照れるわ。じゃ行ってくるわ。ありがとうね。ユースはありがとう。大事なこともぽつりか。プリズムレッドロゼらしいや。だどうするかだよね、この状況を。まあ、支配人いなくなったからよかったけど。見張っときゃいいのに、あいつ。こっから入れるんだ、裏口って。さ、左腕の男を、どこに行った、あいつ、絶対ぶっ飛ぶしてやるからって、覚えてけよ。支配人と。それで女は集まりそうか。出た。うん。こちらも人手が足りなくて困っている。それがただいま用意してるとこで。いいかね、ヘルゲイ主義。私と君は友人だ。友人は互いに有益な関係でなければならない。はい、全力尽くします。うん。街で上質な踊り子を見かけた。ああいう女が欲しい。ヘルギネシュと、うわ、支配に繋がってたね、あの豚野郎が。覚えとけ。いいな。女を集めてこい、この地図の場所に。かしこまり。あら、なんだろう、あの地図盗むか。テリオン君盗んできて。バレてない、バレてない。どこ行ったんだろう。これが地下道みたいなところかな。というわけで敵の男を追っている。 いえ、私の問題出る幕じゃないわ。まあついてきたなら仕方ないけど。男は酸水と地下と言ったわ。はい、了解でございます。さあ、これでプリムロゼが仲間になりました。まあこんなもんかな、今回は。ちょっといつもの動画に比べて短めですけど。何こいつ、よく来たな、ビビトさん。あ、バーテンダーなんてこんなところに。今はこの先へ進めない。だからバーテンダーここにおんねや。そういうことか。よし、ではでは次回ね、プリムロゼの、ストーリー完結させましょう。さあ、装備ですけど、ダガー使うんだ。ね。あ、テリオン君と被ってんな、キャラが。探検だったら。さあ、盾です。バックラ、とりあえず。ね。弱いですけど、装備させておきましょう、いろいろと。踊り子の服に、返しのピアス。こんな感じですかね、とりあえず。よし。ではでは、皆様お疲れ様でした。次回の動画もお楽しみに、またお会いしましょう。お疲れ様。